こんにちは、ロトサービスです。皆さんは浦島太郎のお話はご存知ですか？そう、あの亀を助けた若者が竜宮城に連れて行ってもらうお話です。そして竜宮城で楽しんだ後で決して開けてはいけませんと、美しいお姫様から玉手箱を渡されて自分の家に帰ったわけです。するとどうでしょう、周りの世界は見たこともないような景色に変わっていたのです。そして出会った人に話を聞いてみると、昔浦島太郎という若者が海に出たまま行方不明になったと言われるのです。悲しくなった浦島太郎は玉手箱を開けてはいけませんと言われたことをすっかり忘れ、玉手箱を開けます。すると玉手箱から白い煙が出て、浦島太郎は一瞬にしておじいさんになってしまうわけです。このお話からどんな教訓が得られるのでしょうか。こんな理不尽な話から教訓なんか得られないよと言われる人もいるでしょう。だから私がこのお話の後に続きを作ってみました。おじいさんになった浦島太郎は絶望の中、放心状態で暮らしていました。するとどこからともなく、あの浦島太郎を接待した竜宮城の美しいお姫様が現れてこう言いました。なぜ玉手箱を開けてしまったのですか。すると浦島太郎はこう返しました。なぜ開けたのかって、開けたくなるのが人情じゃねえか。なんだってあんな玉手箱を渡したんだ。おかげで俺の人生は台無しだ。土下座して謝りやがれ、畜生め。するとお姫様が言いました。そんなに汚い言葉を使うものではありません。汚い言葉を使う人は汚い人生を歩むのです。私はあの玉手箱の毒ガスであなたを殺すこともできたのですよ。しかしあなたは生きています。若いあの頃に戻りたいのですか。戻って何になるのです。いずれ年をとって今のようなおじいさんになってしまうのですよ。浦島太郎は、じゃあお前が年をとっておばあさんになってみやがれとのだまで出かかったのですが、相手が毒ガス兵器という恐ろしい科学技術を持っているという点を考慮して口には出しませんでした。するとお姫様はおほほほほという高笑いを上げながら消えてしまいました。浦島太郎はしばらくあっけに取られていましたが、やがてしょうがない、他にどうすることもできない、命ある限り精一杯生きようと、とにかく生きていくことにしました。それからしばらく後、浦島太郎は海で漁をしていました。すると白い鳩のようなものが天から降りてきて頭の上に止まったかと思うと、目から鱗のようなものが落ち、体に鈍い衝撃が走りました。そして目の前が急に開けたようになり、なぜか宇宙のすべてのものが手に取るように理解できるようになりました。そして村中の人に説法をして回り、多くの人々から崇められる高僧となって、180歳のクリスマスの日に入滅しました。おしまい。どうですか。このように続きの話を付け加えれば、良い行いをして木が熟すると必ず良い報いが返ってくる。どんなに悪い人でも良い点は必ずあるという偉大な教訓を得ることができます。いかがでしたでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。ロトサービスがお送りいたしました。